ホンダ VTR、VTR、VTR は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。形式名 MC33、1982年から製造販売された、排気量 250cc クラスの水冷4ストローク、DOHC4 バルブ90度、V 型2気筒エンジンを搭載する MC08 型、VT250 回を起源とする。 ロードスポーツタイプの普通自動二車であり、本モデルはその五代目に該当する。1998年の発売以降、数度の自動車排出ガス規制に適応させながら、モデルチェンジを繰り返し2017年まで製造販売されたロングセラーモデルで、社名は VTR 旋回、ファイア・シュトルムのイメージを投資売ることに由来したもので、V ツイン・ローザポーツ。 V ツインロードスポーツの略である。日本国内向け仕様の他海外向け輸出仕様も存在し、主たる輸出先はオーストラリアである。燃料供給が PGM5 電子式燃料噴射装置へ変更後はヨーロッパ向け仕様も製造されたが、北米向け輸出の実績はない。百九十一年から製造販売された m c 十五型ゼルビス。 ジェルビスからのフルモデルチェンジ車となるが、開発コンセプトを常用域における良好な使い勝手と気負わず走る楽しさとし、キャリーオーバーとなるコンポーネンツも大きな設計変更を施されたのが特徴である。車体面ではフレームが初代から継承されていたダブルクレードル型から新設計となるスチールパイプによるトラス構造のダイヤモンド型へ変更。 またカウル類を廃止したネイキッドとなった。全長 X 全幅 X 全高20、2040X7201050mm ホイールベース 1410mm 最低地上高 170mm シート高 780mm に設定し容量13リットルの燃料タンクを装着する。搭載される内径 X 工程 60.0X44.1 ミリメートル、排気量 249cc、圧縮比11.0の MC15E 型エンジンは、1986年から製造された VT250 シリーズ2代目となる MC15 型からキャリーオーバーされ続けていが、低中速トルク向上を目的にシリンダーヘッド、インテークポート形状、カムシャフトのバルブタイミング及びバルブリフト量を変更し、不登調エアファンネルを採用した。 この結果、最高出力 32PS、1500rpm、最大トルク 2.4kgm、8500rpm のスペックを発揮する。またマニュアルトランスミッションも、低中速トルク向上により、MC25 型ゼルビスまでの6段から5段変更を行った。サスペンションは、前輪が 41mm 系の、成立テレスコピック、 後輪が 40mm 系モノショックとし、エンジン後端に直接結合させる、ピボットレス構造のスイングアームで、キャスター角は25度30、トレール量は 98mm に設定。タイヤは、前輪110、70、後輪140、70の17インチとし、ブレーキは、前輪 296mm、後輪 220mm のローター系による、 シングルディスクを装着す。る、車重は、取り回しの容易さという観点から、VT250 シリーズ最軽量となる、乾燥 139kg、装備 153kg である。1997年10月25日から11月5日に、千葉県千葉市三浜区の幕張メッセで開催された第32回、東京モーターショーに参考出品された後、 同年11月28日発表。1998年1月16日発売。日本国内年間販売目標6000台消費税抜き希望小売価格42万9000円とし、以下の車体職を設定。1999年8月31日、平成10年自動車排出ガス規制未適合車、継続生産期限の同日をもって生産終了。 エキゾーストエアインジェクションシステム2次空気導入装置を搭載して平成10年自動車排出ガス規制に適合させ形式名に排出ガス識別記号 BA- マイナスを付与したマイナーチェンジ車であるスペック面では車重が乾燥 140kg 装備 154kg となったほか以下の仕様変更を実施した 日本国内年間販売目標2000台消費税抜き希望小売価格43万9000円とし、以下の標準車退職を設定。車体色9パターン x フレームカラー3、パターン x ホイールカラー4パターンから計106、パターンをユーザーが標準車の1万5000円高で選べるカラーオーダーシステムを導入。 日本国内年間販売目標1500台消費税抜き希望小売価格44万9000円とし、以下の仕様変更を実施。標準車の1万5000円高で選べるカラーオーダーシステムを、車体色6パターン x フレームカラー3、パターン x ホイールカラー3パターンからの計52パターンに縮小。 日本国内年間販売目標1500台消費税抜き希望小売価格46万円とし、以下の仕様変更を実施平成10年自動車排出ガス規制適合者継続生産期限の同日をもって生産終了平成18年自動車排出ガス規制に適合させ形式名に排出ガス識別記号 JBK- を付与したフルモデルチェンジ車である b a m c 三十三型から最大の変更点は m c 十五 e 型エンジンに施した以下の対策にある。この結果スペックは最高出力三十 p s 二二十キロワット一万五百 r p m 最大トルク二二点キログラム m 二十二 n m 八千五百 r p m となった。車体面ではフレームは継承しつつも合成の見直しを行い、 シート並びにテールカウル形状及びバッテリー搭載位置を変更した結果シート下に小物入れを新設。このほか、燃料タンクのリデザインによる容量1312リットルへの減少やサイドカバーデザイン変更も実施し全長も2080ミ、mm、リメートルとなった他車重は161キログラムとなった。連結主会社のホンダアクセスからカスタマイズパーツとして ビキニカウル、センターカウル、アンダーカウル、シングルシートカウル、サイドバックセット等が用意された。それぞれ組み合わせて装着することが可能である。また前編オーストラリアメルボルンでのロケーション撮影によるスポット CM が制作されたほか、同社8代目代表取締役社長のヤ里、ト、タが愛車として保有する。日本国内年間販売目標3000台で以下の バリエーションを設定。スタイル I、消費税抜き希望小売価格53万円スタイル E、消費税抜き希望小売価格54万円。日本国内年間販売目標2500台消費税抜き希望小売価格54万円に、修正並びに、以下の仕様変更を実施。以下の仕様を持つ B スタイルを追加、日本国内年間販売目標1400台に、 修正し B スタイルを除いた、車体色を以下に変更。日本国内年間販売目標3500台に修正し以下の仕様変更を実施した VTR-F を追加。VTR は以下の変更を実施。バリエーションモデル VTR タイプ LD を追加基存モデルの VTR-VTR 回に以下のマイナーチェンジを実施。 3バリエーション共通で以下の仕様変更を実施。車体色並びに消費税抜き希望小売価格をバリエーションごとで以下に変更。VTR554000 円。VTR 回574000円。VTR タイプ LD564000 円。以下の特別塗装を施した VTR スペシャルエディションを消費税抜き希望小売価格574000円で追加。 日本国内年間販売目標をシリーズ合計で1400台に修正し、既存3バリエーションは価格据え置きで以下の車体色へ変更。2016年7月1日に施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年自動車、排出ガス規制に対応させず、平成18年規制に基づく継続生産者である。 本モデルは同日をもって生産量。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。